トラッカーはかつて、ゼネラルモーターズと鈴木の合弁企業、キャミオートモーティブが製造し、ジオ、シボレーブランドで販売していた SUV である。北米において、コンシューマーレポートの店頭訴訟により販売が低迷した、鈴木侍の実質のフォローを目的として、鈴木サイドキックが企画された。だが、店頭訴訟に相まって、北米の小型の SUV 輸入車の関税が、 それまでの10倍に引き上げられ、そこで、もともと世界戦略者として企画されていたサイドキックを、訴訟による影響のフォローアップを目的として、GM 内、ブランド内製モデルの扱いで、サイドキックのリバジ車を販売することとなり、ジオブランドでトラッカーとして提供されることとなった。従来のオフロード一辺倒だった、鈴木侍の持っていたような、剣道なサスと、車子による、 走破能力に加え、スタイリングと乗り味を乗用車テイストとしたことで、従来よりもユーザー層を広げることに成功した。トラッカーは、シボレー内に競合車が存在しなかったため、シボレーディーラーにおいて、ジオブランドでは、販売に最も力を入れていたモデルであった。販売初期の頃は、日本の鈴木湖西工場で、エスクードと共に生産されていたが、 キャミオートモーティブ誕生後はそちらに生産拠点を移動している。また、トラッカーは、ジオの他にも、シボレー、GMC やポンティアックなどでも提供された。トラッカーは一定の人気を得たため、1997年にジオが終了した後には、モデルチェンジを行いシボレーブランドで継続販売されることとなった。その後、2004年に生産を終了した。 本社がジオブランドで生産されたモデルで最も長寿なモデルであった。1989年に発売を開始。鈴木エスクードの姉妹車で外装の一部に差異がある以外は、機関系、内装部品などを含めてコンポーネントはほぼ共通である。販売に際しては、サムライよりも乗用車に近い性格であったため、従来よりも広い層に対してアプローチされたが、ライトトラックにも採用されている。 ラダーフレームによる剣道な設計と本格的なオフロード走破性が侍のユーザーのほか、旧来からの SUV ユーザーにも好評であった。ミッションは5速マニュアルのみとなり、オプションで AT を選択するようになっていた。当初は3ドアのみであったが、やがてマイナーチェンジが行われた際に5ドア、V6 モデルがラインナップされた。 1991年から1993年の間に製造されていたトラッカーについてアメリカ合衆国道路交通安全保険協会の調査により1万台あたり3.2台の死亡事故率があるとされワーストの安全格付けを受けた。これは乗用車平均で1万台中1、1台に対しておよそ3倍の数値であった。その上事故内容が ロールオーバーに関わるクラッシュの場合、対する死亡率が平均の6倍とまでされた。だが、このような格付けを受けたものの販売は好調に推移し、トラッカーは1997年にジオブランドの終了まで販売された。なお、ジオ以外にもトラッカーは GMC、シボレー、ポンティアックブランドで供給されており、ジオでの販売終了後もアメリカ以外の国を含めると2004年まで。 販売を継続した。1999年、トラッカーは消滅したジオブランドから兄弟ブランドであるシボレーに移管され復活する。その際にエスクードがモデルチェンジされていたため、合わせてトラッカーもモデルチェンジが行われた。本モデルも仙台同様エスクードのコンポーネントと多くが共通であるが、フロント周りを中心に外装に差異がある。 堅牢な設計で人気を得た仙台モデルから GM 主導で開発が進められた影響でコンセプトが変化しラックピニオンを採用したより乗用車感覚に近い性格となったため前モデルからの乗り換えユーザーにはオフロード性能の堅牢さが失われたとの評判を得る一部地域では仙台モデルの販売も継続しており特に地方部では販売シェアを総破性に 人気のあった先代モデルへ奪われる事態も発生した。だが、販売目標を従来ユーザーとは異なる層に対してアプローチを行ったため、都市部ではそれなりに順当な販売台数を売り上げた。発売から5年後の2004年に販売を終了する。同社の役割をレれエクイノックスへと引き継いだ。なお、トラッカーは、こちらで販売されたトラッカーはアメリカで販売された。 モデルとは異なり鈴木グランドエスクードのグリルバッジのみを変えた仕様となっている。これらの地域では比較的人気が高かったため、アメリカでの生産終了後もフェイスリフトを繰り返しながら2008年まで生産が継続された。ありがとうございます。